内さんは今日もトレーニングですよね。でしたらそちらを優先させてください。話はその後で大丈夫ですから。いろいろ理由はありましたが、本当はまだ感想を聞く覚悟が決まっていないだけなんですよ。マーコ、そういうことは言わないでいいから。申し訳ありません。